こちらによく顔を出していたのですね。ええ、教鞭を取る傍ら民話や伝承の比較研究をなさっていた方で、その関係でこちらにもよくお見えになっていたんです。ですから割れたガラスから指紋が発見されたからといって一概には。ですが職員ではない彼の指紋がケースの内側についているという状況はそうであるとしか考えられないでしょう。残念ですがそうですね。それにこのところの執心ぶりは異常でした。毎日通い詰めていまして。鴨川さんは以前から問題の鏡に関心というか異様な執着を持っていたんですか？おそらくはここ1週間ほどですね。最初はごく常識的に世話話のついでの冗談程度の口ぶりで譲ってほしいと言ってきたんですがね。彼は、鴨川さんは呪いの鏡に見入られてしまったんでしょうか。噂は本当かもしれません。何せ長者の。おそらくは、ただの赤サビ。不気味な話、今朝見つかった血の一滴も。班長は働いた両親の呵責に重度のノイローゼだからってしたんじゃいますけどね。お客様、大丈夫ですか？はい、少し気分が悪くなっただけなので。そういうことならおいとましましょうか。私たちの用事は済みましたしね。それではお騒がせしました。ああ、ちょっとお客様、よろしかったらロビーの方で休んでいかれては。お姉さん、体調もよろしくないようですし、咲夜さんに迎えに来てもらいましょうか。ううん、もう大丈夫。気分的なもの。
問題だと思うから。あの人たちちょっと気持ちの悪い話をしてて、それを小耳に挟んじゃったから。それどんな話でした？出したらぶり返すとか、そういうことなら結構ですけど。ううん、話すよ。そういうことはなさそうだから。あの盗まれた鏡、両月だっけ、あれが呪いの鏡だっていう話をしてた。あの鏡を伝えていたこの辺りの長者の子が親族殺しをしたせいで世に出てくることになった。曰くつきが昔の鏡ですから、何かしらの曰くぐらいつくものです。器物は100年経つと魂を持つと言われているぐらいですし。ましてやかの中富氏、すぐに藤原姓に変わりますけど、の持ち物ですからね。力の中心近くに据え置かれたりしたら、呪いの一つや二つも吐き出すようになりますよ。例えばそれが物でも人間でも。つづらちゃん。そんなわけですので、鏡の来歴云々についてはひとまず置いておくとしましょう。それより呪いだなんて思われるような何かが実際に起こったんでしょうか？うん、それがね、鏡を盗んだ容疑者だった人が遺体で発見されたんだって。それはそれは。ですけどそれだけでしたら犯人は別人、もしくは共犯者に裏切られたなんて仮説が登場して、呪いの出番はなくなりますよ。そうなんだけど、その人体の中の血が全然残ってない状態で発見されたんだって。なるほど、それで来ているわけですか。盗みと殺しでは50歩100歩以上の違いがあると思うのですよ。それが猟奇犯罪ならさらに。うん、それはそうだよね。それでつづらちゃん、何でしょうか？
この事件は呪いなの？それとも誰かが不思議な事件に見せかけているの？それはですね、お姉さん。大丈夫か？オバナは信用されてますね。私、こうやって花火をするのって実は初めてなんです。そうなの？夜空に広がる大きいやつなら何度も遠目に見たことあるんですけどね。あれはあれで見事な職人芸ですけど、見ているだけの高嶺の花って感じです。高そうだよね。一尺玉でも5、6万円しますよ、確か。二尺になるとその10倍です。宝くじ当たっても一晩で使い切っちゃいそうだね。ちょっともったいないかも。まあ戦争用の花火に比べれば安いもんですし、粋なお金の使い方って感じじゃないですか。ですけどやっぱり自分で火をつける手持ち花火の方がそこはかとなく風情がありますね。つつましやかで、そのくせ一瞬というほど短くはなくて、いい感じです。庶民の暮らしって感じだよね。そこがいいんですよ。空の花火は自分が咲くことに一生懸命で、他人のことはお構いなしって感じじゃないですか。打ち上げた後の空って煙でいっぱいですから。それじゃあ次の花火は綺麗に咲けないかもね。うなった見方ですけど、自分が一番綺麗に咲くために他の足を引っ張ってるような気がするんですよね。それに比べて、あ、お姉さん、火貸してください。うん、いいよ。こういうのってなんかあったかい感じがして憧れだったんですよ。一人じゃこういうことできませんから。そうだね。でもこうやって火を移すのって聖火リレーみたいかも。あ、
くしないと私のも消えちゃいますよ。あ、うん、ちょっと待って。お姉さん、何でもいいから早く。ただの一般人がこんな時間にこんな場所にいるとでも。私、向こうの河原で花火をしていただけで、別に怪しいものなんかじゃ。家も近くですし。私は人にあだなす、人ならぬものを斬ることを生業とする鬼斬り弁の鬼斬り役。かすかな鬼の気配を追ってきたところ、そこにあなたがいたというわけです。申し訳ありませんでした。私は千葉うずきと申します。ところで鳩さん、最近あなたの周りで怪しい現象が。
丈夫だった？ちゃんと生きてる？それは、私は大丈夫でしたけど。お姉さん、何やってるんですか？何って、ズズラちゃん追いかけてたんだよ。家庭は散々だったけど、終わり良ければ全てよし。全然良くないじゃないですか。上まで目算5メートルってところでしょうか。お姉さんの肩に私が立っても全然高さが足りないですよ。人間、閉じ込められたらおしまいですよ。閉じ込められたらそのまま朽ちていくしかなくなるんですよ。だから私は、説明してもらいましょうか。説明って何をです？何をって、いろいろ。つづらちゃんってあの若すぎグループの跡取りって本当？いわゆる嫡出でない子ですけどね。跡取り候補は嫡出子も含めて数十名いたんですけど、私一人になりましたので。おじいさん、なんて呼ばせてもらえませんでしたけど、会長には期待されていました。それが嫌で家出したわけなんですけど。それでこんなところに？人目のあるところだとすぐに居場所をつかまれますから。今回見つかったのは運が悪かったとしか言いようがないです。そうだね。つづらちゃんのこと探してた様子じゃないみたいだもんね。まあ、探されていないとしても、お姉さんの家みたいな人里離れたところについていたと思いますよ。どうして？私、人間嫌いですから。だって、つづらちゃん、そんな感じは。表に出したりしませんよ。そのぐらいできないようなら食い物にされる一方ですからね。
お姉さんは孤独を知ってますか？一人で取り残されること？多分違いますけど、あながち間違いではないですね。虫を三つ、お皿の上に書いて子。それに、毒液の毒で孤独。有名な呪術のやり方です。毒のある虫をですね、一つの容器に閉じ込めるんですよ。餌なんて与えませんから、食い合いを始めるんです。まさに弱肉強食ですね。そうして、最後まで生き残るのは、一番強くて、一番生きたがりの一匹です。その虫の命を使うことで、強い呪いをかけることができます。それに近いことを、若杉では後継者選びの方法として採用しているんです。受験みたいなもの？そんな生ぬるいものじゃないです。鬼切りの頭を務める若杉は、陰陽師の血筋ですから、比喩というよりそのものをします。でも、そんなことしたら警察が…骨肉愛派も跡目争いだなんて、大時代的もいいところです。近代の法治国家で起こることではないですよ。でもですね、若杉は、並の国家以上の力を持っています。大使館の敷地内が治外法権であるように、大抵のことはもみ消せるんです。ですから。それはもうひどいことになりますよ。だけど、やる気がないなら途中で権利を放棄したりとか。引っ込みのつかないところにいたんです。私、昔から大抵のことをうまくこなしていましたから。お母さんはトンビがタカを産んだって喜んでくれてたんですけどね。そのタカは爪を隠すことを知らないひよっこでした。気づいた時には最有力候補ですよ。こんな子供を捕まえて馬鹿げた話ですけど、私を何とかしない限り後継者には認められないって。おじい様までそれを暗に認めちゃいましたから、私の人生しっちゃかめっちゃかです。つづらちゃん、それからいろいろありまして、私は一人になりました。そういう環境で育ちましたから、一人の方が楽なんです。一人じゃないと辛いんですよ。本当に一人がいいなら、どうして尾花ちゃんと一緒だったの？尾花は人間じゃありませんから。じゃあどうしてすぐに出て行ったりしなかったの？お姉さんがすぐに帰ると思ったからですよ。
何もないところですから、都会から来た人はすぐに飽きると思ったんです。その何もないところに電気や水道を引っ張ったのってつづらちゃんだよ。私があのお屋敷に居やすいようにしたのってつづらちゃんだよ。寝られないぐらい私のこと怖い？別に、ケイお姉さんは怖くないですよ。たとえお姉さんが私の命を狙っても、どうにでもできそうでしたし。うん。むしろ、鬼切りの頭としての若杉を恨んでる朔也さんが怖くてたまりませんでしたよ。いつ噛み殺されるかヒヤヒヤしてました。朔也さんが？孤独で生き残るには周りを潰さなければいけませんから。表沙汰にはなりませんけど、それに巻き込まれてる人って実は結構いるんです。朔也さんがジャーナリストになったのはそれをペンで叩くためですよ。ケイお姉さんも私に近づくと大変なことになりますよ。そうですけど、私はすでに毒虫ですから、触っただけで手が腐るような猛毒持ちですから。そんなことないよ。あ、やっぱりね、一人はダメだよ、つづらちゃん。一人だと悪い考えがぐるぐる回っちゃって、全部がそういう風に見えてくるから。世の中にはひどい人もいっぱいいるけど、いい人だっていっぱいいるんだよ。一生分のハズレを引いちゃったから大丈夫だよ。